さあゲート開いてスタートを切りました。ちょっとばらついたスタート、オンワードシュレル、あまりいいスタートではありませんでした。さあ先行争いに移りますが、マルタカストーム、うちの方から予想通り4番のゴステル、目下2連勝、4番のゴステルが出てまいりました。そしておととしの覇者シングルスがぴったりと2番手をマークしております。その後ろはちょっと差ができました。サーペンスール、そして外側にマルタカストーム、さらにこれを追いましてノーザンキーラー、その外側にオンワードシュレル位置しました。1番の日田将軍がほぼ中段からやや後方を進んでおります。さらに北斗マッチがこれに続きます。後方から2番のダニアマインと5番のコンノート、早くも 3,4 コーナーの中間地点であります。4番のゴステルが果敢逃げております。1馬身半ぐらいのリード、シンウルフが2番手、外をつきましてスーッと8番のオンワードシェレルが忍び寄ってまいりました。残り 400m の標識、11頭一塊で通過してまもなく直線コースに出てまいります。さあノーザンキーラーもスーッと内をすくって一気に先頭に立ったか。4番のゴステル頑張った、外の方から何が来るか、マルタカストームとオンワードシェレル、オレンジのズキンが2頭スーッと上がってまいりました。200を切りました。ノーザンキーラー内をついて先頭に立った、マルタカストーム、間に入ったゴステロ、さあノーザンキーラーか、外の方からマルタカストーム、マルタカストーム、菅原が出た、菅原が出た、真ん中からゴステロ、マルタカストームが4番のゴステロを抑えました。マルタカストームは重賞初挑戦で初勝利、同じく